の七色チャンネル。皆様こんにちは、七色チャンネルです。この度のゲームカテゴリーも電車で4ですね。ええ、前回の山手線企画動画の続きです。早速乗車いたしましょう。了解しました。2つの画面もおなじみになってきました。 PS2 版の電車で4、ファイナルと PS4 版の電車で4、走る山手線を同時に映しています。前回は新宿駅から渋谷駅まででしたよね。今回はその続きの渋谷駅から大崎駅まで比較してみましょう。確か PS2 版でどこまで金星を連続で獲得できるかチャレンジですよね。そのチャレンジも兼ねております。平凡ゲーマーさんは全て金星獲得できるのでしょうか。それではゲームの方を始めてみましょう。この間に平凡ゲーマーズチャンネル、これもおなじみになってきました。流れを止めずねじ込むならやっぱりこのタイミングです。編集でローディング画面はカットできるはずですけど、きっとこの宣伝のために動画制作を行っているのでしょう。まさかそんなはずは。2番線ドアが閉まります、ご注意ください。とじめ10、信号65、渋谷停発。渋谷駅を出発です。信号75。この電車は山手線内回り品川東京方面行きです。次は恵比寿、恵比寿お出口は右側です。地下鉄日比谷線は乗り換えです。 This is a 山手 line train bound for 品川 and Tokyo. The next station is 恵比寿。 The doors on the right side will open. Please stand here for the 日比谷 subway line. ありがとうございます。まもなく恵比寿に到着です。この度の音声は PS2 版の方でお届けいたします。PS4 版は夕方の時間帯ですね。ええ、PS2 版と同じ車両 E231-500系で渋谷駅発のダイヤを選んだらこのダイヤになりました。なお、映像はどちらも 60p でお届けいたします。PS4 版は代行列車も精密ですね。でも PS2 版にはある車両のパンタグラフが PS4 版にはないようです。え？そうなのですか？動画制作者はそのことに気づいておらず、前回の動画にお寄せいただいたコメントで気づいたようです。動画制作者は音に割と厳しいそうですが、車両のディテールには鈍感なのですね。まあ、パンタグラフが備わってても開けない人だそうですので、あまり気にしていないのでしょう。え？どういうことですか？この動画を見続ければ、後で答えがわかると思います。恵比寿、停車、定着。恵比寿駅に到着です。2番線ドアが閉まります、ご注意ください。とじめ10、信号75、恵比寿発車。恵比寿駅を出発です。次は目黒、目黒お出口は右側です。東急目黒線、地下鉄南北線、都営地下鉄三田線は乗り換えです。 The next station is 目黒。 The doors on the right side will open. Please change here for the 東急目黒 line, the 南北 subway line, and the 三田 subway line. PS2 版が良い点ってどんな点でしょうか。
どの車両もブレーキがよく効くということだそうです。そういうことではなくて、作品としていい点を挙げるとしたら、駅を出発時の音楽が挙げられます。確かに出発メロディーがあるのとないのとでは臨場感が違います。 BS2 版は山手線の外回り線を運転できることです。え、 BS4 版って外回り線は運転できないのですか？動画制作者もまさか内回り線のみだったとは思わなかったそうです。初代電車でゴーのように一方通行のみですか？原点回帰でしょうか？いや、誰も盗まない原点回帰です。せっかく 3D で街を制作しているのですから、逆方向も運転してみたいです。まさか建物の反対側がないとは。まさかそんなはずは。目黒、停車、定着。ご乗車ありがとうございます。目黒です。目黒駅に到着です。一番線、品川、東京方面行きです。やはり駅での音楽が BS4 版でなくなってしまったのはかなり切ないです。どうしてなくなってしまったのでしょうか？おそらく案件にかかるコスト削減のためでしょう。1番線、ドアが閉まります。ご注意ください。1番線、品川、東京方面発車いたします。とじめ点、信号65、目黒、停発。目黒駅を出発です。次は五反田、お出口は右側です。東急池上線、都営地下鉄浅草線はお乗り換えです。 The next station is 五反田。 The doors on the right side will open. Please stand clear for the 東急池上線 and the 浅草subway line。 BS4 版の方が全体的に高層ビルの高さがありますね。建物の配置もより現実的に見えます。遠くに見える超高層ビルが空を遮って都会感の演出にかなり貢献しています。まさか空が狭くなることが褒め言葉になるなんて。信号65、五反田、停車、定着。五反田駅に到着です。ご乗車ありがとうございます。五反田です。1番線、ドアが閉まります。ご注意ください。1番線、品川、東京方面発車いたします。とじめ点、信号65、五反田、停発。五反田駅を出発です。
次は大崎、大崎、お出口は右側です。東京臨海高速鉄道臨海線が乗り換え、 The next station is 大崎。 The doors on the right side will open. Please stand here for the 東京臨海高速鉄道臨海ライン。 PS4 版の伊達ショーティーなグラフィックが可愛いです。伊達ショーティー、あ、車両の顔グラフィックのことですね。カーグラフィックみたいな響きです。いわゆる鉄板というジャンルでしょうか。この顔柄、可愛いだけでなく行き先、難易度、乗車率が表示されています。そうみたいですね。他にはヘッドライトの点灯状態も重要な情報でしょう。他の車両ではこの顔グラも変わるのですか？ええ、 PS4 版は顔グラだけでなく車両ごとに運転台周りのグラフィックや操作方法まで変わってきます。慣れるまで大変ですね。動画制作者は PS4 版 E231-500系のブレーキ感覚になかなか慣れないようです。大崎、停車、定着。大崎駅に到着です。大崎、大崎です。ご乗車ありがとうございます。臨海線はお乗り換えです。さて、PS2 版の連続金星獲得は達成できたのでしょうか。大崎駅での金星獲得の表示ってないのですか？どうやらそのようです。なななんと、ってことは全て金星獲得確認ならず残念。表示での確認ができない以上仕方がありません。 PS2 版は乗務完了ですが、 PS4 版はまだ続くのですか？ええ、 PS4 版で新設された駅高輪ゲートウェイまで続けて、こちらもオールランク S を狙ってみましょう。ここからの音声は PS4 版でお届けいたします。 PS4 版は映像だけでなく車両の走行音も現実的です。朗報です。 PS2 版はあの後リプレイでオール金星獲得を確認できたようです。まあそれは良かったです。 PS2 版はエンディングも終わってしまいました。残りの尺はどうしましょうか？もうすぐいらっしゃると思います。で、お疲れ様です。残りの尺は動画制作者の鉄道模型 E231-500系の映像をお届けさせていただきます。お疲れ様です。ご支援くださり助かります。お疲れ様です。尺埋めが鉄道模型の映像だったとは。 PS4 版のフルサイズ映像でも良かったような気がします。先ほどのパンタグラフを上げない人の件覚えているかしら？パンタグラフ、あ、確かに上げていないですね。動画制作者は鉄道模型の撮影でパンタグラフを上げることはほとんどないそうです。パンタグラフだけでなく架線と架線柱もないみたいですね。まさか車輪落ち対策のため撤去されたとか？いえいえ、以前は架線柱があったのですが、服に引っ掛けて破損することが多く撤去ということになったそうです。品川駅に到着です。とってもいい感じ。その調子、その調子。今は鉄道模型カテゴリーはお忙しいのですか？
動画制作者は固定式レイアウトの更新の準備だけ行っているようです。私たちも以前に N ゲージスローラングランプリの解説を担当しました。スローラングランプリ懐かしいです。私はまだその時七つ色チャンネルに所属していませんでしたので、いつかご一緒できると良いですね。はい、それではこれで失礼いたします。お疲れ様でした。お疲れ様です。とじめ10出発進行品川停発品川駅を出発です。ポイントレールの上を通過した時の音はそれらしく聞こえます。でもポイントレール通過時の音が1種類しかないのか、いつも同じ音に聞こえます。なかなか厳しいご意見ですね。さらに先ほど通過のポイントレールは見たところ乗り越しポイントのような形状ですので、ポイント通過音が聞こえないのが正しいそうです。動画制作者は音に妙に厳しいですね。音にこだわりがあるということはもしかして音鉄さんなのでしょうか。いいえ、ご覧の通り模型鉄さんに属しております。ゲートウェイ停車。高輪ゲートウェイ駅に到着です。ご乗車お疲れ様でした。さて BS 交番の結果は、オール S 獲得のようです。道中結構な急ブレーキを使っていて、乗客に優しくない運転だったように思えたのですが、運転士には優しいシステムということなのでしょう。そういうシステムだったから。再びエンディングの映像と音楽は BS2 版でお届けいたします。エンディングの E231-500K の映像を尺埋めに使わなかったのですね。当初はそれも考えてたのですが、それでも全然尺が足りなかったので鉄道模型の映像を依頼いたしました。なるほど。それでは最後までご覧くださりありがとうございました。チャンネルご登録のご検討をよろしくお願い申し上げます。チャンネル。